皆さんこんにちは。今回はこちらのゲーム、ストーリーガンの救いというゲームをやっていきたいと思います。意味はわかりません。ストーリーガンの救いってどういう意味なんでしょう。で、このゲームなんかヒロインが死のループに囚われていて、それを救う話らしいんですよね。で、なんか注意書きでヒロインの死に様をお楽しみいただくゲームって書いてるんですよ。俺そこまで歪んでないんで、まあ冷静にいきます。はい、じゃあ早速死に様を楽しんでいきましょうかね。とすっごく急に矛盾。はい、びっくりした。待って、これゲーム音がとてつもなくうるさいんで、ちょっと下げていいですか。はい、ちょっと下げたんですけど、あまり変わりませんのでこのままやっていきたいと思います。もう何度見たことだろうと思わずにはいられないほどの晴天。それは玄関のドアを開けると目に飛び込んでくる日常の風景。お、行ってきます。そしてそんな大空にはおおよそ似つかわしくない弱々しい声で独り言のような挨拶を親に送り、玄関を出る僕の姿もまた日常の風景だと言えるだろう。ああ、いつも通りの朝、いつも通りの登校風景。そして来た、この子が死のループに囚われている紫色の髪の、ここ白原さん、おはよう。名前とか名字がすごい、おはようございます。いつも通り名前を呼ばれた僕は、これまで何百何千回と行われてきたいつも通りの挨拶を交わした。え、白原、あ、俺が白原なんだ。僕に声をかけてきた、彼女の名前は春もちかちゃん。うん、春もちゃんね。うん、いわゆる幼馴染で同じマンションに住んでいるということもあってか、高校生となって今でもこうして友人関係が続ける。モテそうこの子、髪が紫色じゃなければさらにモテそう。ほ、もっと言えば僕がこうした友人関係を築けているのは友果ちゃんとだけだった。急にネガティブやな。なんだこれ、なんだお前その名字。全然やってないんだよ。非常に嬉しい。この白原という名字が元で幼い頃から冷やかしや嫌がらせを受けることが多かった僕は、自分でも気づかないうちにどうやら内向的な性格になってしまっていた。まあ白原って言えばなんかベルサイユのバラみたいな、なんかちょっとキランキランした感じの印象を持つからね。もうあなたたちいい加減にしなさいよね。そしてその頃からずっと智子ちゃんは僕の味方になってくれた。優しい。そう、彼女はうずくまる僕の前に幾度となく背を向け立ち守ってくれていたんだ。ごめんなさい。その度に僕はありがたくも情けなくなり、どうしようもなくただ謝り続けていた。そんなことでわざわざ謝らないで、別に白原さんが悪いわけじゃないんだから。そう言って彼女はいつも僕の頭を撫でてくれた。ちょっとそれは嫌だな。なんか女の子に頭撫でなでされるのってちょっとド M が喜ぶ感じだけど、やっぱ嬉しいっすね。まあなたのそんなところ私は嫌いじゃないけどね。しかしネクラでコミュ障な僕と違い、友果ちゃんは男女問わずクラスの人気者だった。なので残念ながら彼女が僕に割いてくれる時間は限られていて。ねえ友果、今度の日曜日のことなんだけどさ。そのことならね。いや、今とりあえず守ってあげよう。それでも彼女は僕の唯一の味方だった。いじめは収まったりかと思えばまた始まったりと気ままな桃ドラだったけれど、友果ちゃんだけはずっと味方でい続けてくれたんだ。シンプルにいい子やん。もっともそんな友果ちゃんの尽力も虚しく、僕はゆっくりと精神をすり減らし続けてしまい、中学生の頃はついに引きこもりとなってしまっていた。おお、まあかわいそうに。そしてそんな状態だった時ですら、友果ちゃんは僕のそばにいてくれた。わっ、てかスタイル抜群やん。白原さん大丈夫？何があってもずっと一緒にいるからね。だから僕は再び外に出て彼女と同じ学校に進もうと決意したんだ。いや、これ好意寄せられてなかったら逆になんでこんな構われんのお前って思うよ俺は。だからまあなんというか、僕が彼女に友達以上の感情を抱いてしまったとしても、それはとても自然な流れなんじゃないかなと思う。この効果音何？いや、この効果音何？いきなり、おならした？もちろん本人には言えないけど。起きた。今日からの文化祭、楽しみだね。そうだね。例えばこうした朝の何気ない挨拶や会話だけでも、それだけでとても嬉しくて、その日一日の活力が湧いてくるというもの。あ、休憩時間は大丈夫だった？私と同じタイミング？うん、同じ時間帯にできたよ。よかった。じゃあ一緒にいろんな教室を回ろうね。うん、でも大丈夫？僕と違って
友果ちゃんは他のクラスメートからも声がかかってるんじゃ。え、何言ってるのよ。他の人のことなんてどうでもいいじゃない。あ、この顔は完全に恋を抱いてますね。さあ、おっぱいを揉もう。あ、照れてる。かわいい。僕はその顔に思わず見とれてしまった。ん？どうしたの？ぼーっとしちゃって。え？いや、なんでもない。もう、ただイチャイチャしてんじゃん、今。そう？じゃ、行こう。早くしないと、せっかくの文化祭に遅刻しちゃうよ。君なんかホバリング移動みたいな感じしてる？なんか君ずっとその体勢でなんか斜め前鏡になってすごいなんか、ごめんなんかね、その移動方法にちょっと突っ込もうとしたけどちょっと弱かんないからごめんね。それでね、田中ちゃんたら文化祭の出し物にね。道中急ぎ足とはいえ慌てることなくおしゃべりを交えながら駅へと向かう僕と友果ちゃん。あ、なんてのどかで幸せな時間なんだろう。きっと今日はとても素晴らしい一日になるんだろうな。僕は心躍る晴れやかな気分になりながらそう思っていた。そう、最初に今日という日を迎えたその時までは。ああ、始まりますね、死のループが。さあ、死に様を楽しんでいきましょう。僕は知っている。友果ちゃんは教授に死ぬ、死んでしまう。死因はまだわからない。だけどそれでも死んでしまう、それだけは確かなこと。なぜそんなことを僕が知っているのかって、それはすでに経験しているから。そう、僕は友果ちゃんの死を経験している。それも一度だけでなく何度も何十回も、いやそれ以上に経験している。そしてその度に僕は絶望し、涙し、彼女に謝り続けて、そして気がつくとまた今日という日を迎えている。友果ちゃん血まみれだけど息できる？すっごい周り血まみれだけども。最初は夢かと思った。なんて縁起でもない夢を見てしまったんだと。けれどすぐに気づいた。これは現実なんだ。二度目の彼女の死を経験し、三度目の同じ日の朝を迎えた時、理由や理屈なんて理解できなくてもそう直感せざるを得なかった。でもなんか珍しくない？この死んだ子がループするんじゃなくて、この死んだ子を見たこの主人公がループするってすごくない？この友果ちゃん知らないうちにどんどん死んでるんでしょ。だってだったら友果ちゃんを救わなくては。僕はそう心に誓った。まあ頑張ってください。けれどその試みは全くと言っていいほどうまくいかなかった。何しろ分かっているのは今日中に彼女が死ぬというただその一点だけで、具体的な時刻や死因は全く分からないのだ。午前中だったこともあれば夜だったこともある。死因だって窓や階段から落ちるといった事故から突然現れた不審者に刺されるといった事件まで実に様々だった。不運すぎね。でも絶対死ぬやん。ああ、僕はいつこの悪夢のような現実から目覚められるのだろう。早く友果ちゃんを救い出さなくては。そうしないと僕の心がもう持ちそうにない。おう、まあ頑張ってください。はい。何？あ、これはもうループしたの？さて、今回はどうしよう。あ、これは分岐なのかな、多分ね。ちょっとこの右下のちっちゃい本みたいなマークがあるんで、これ多分セーブですね。これセーブなのか。とりあえずセーブします。はい。これどっち？二人で学校に向かう？二人で学校休む？いや、まず向かおうか。僕は学校に向かうことにした。ともかちゃんは今日訪れる自分の運命を未だ知らないのだから、この場で騒ぎ立てても単に不審がられるだけだ。今はまだ無難に、今日という日を二人で過ごすことに徹しよう。まあ、でも駅なんてもうすぐわかるやん。絶対なんかね、線路にポンしてはーいってなるやん。幸いなことに通学途中では何も起こらなかった。あ、全然大丈夫やん。そして始まる文化祭、決して気を抜くことはできないが、それでも僕は束の間の安らぎを感じていた。いや、安らぐなよ。何回も経験してんだったらもうずっと気を張り詰めとけ。午前中は特に何も起きることはなく、気がつくと時計は12時を回り、校内の生徒は思い思いの場所で昼食を取ろうと売店や模擬店を目指して動き始めている。なんだかお腹が空いてきたな。おう、ねえ白原さん、お昼ご飯どうする？友果ちゃんにそう尋ねられた僕は、あ、これはセーブしますね。はい。ついでに音量下げてきますね。なんか音量自体最初50とかで30に落としては何にも変わらなくて今10にしたんですけど、あんま変わらん。屋上の飲食スペースで食べようと提案した。正面玄関前の模擬店で食べようと提案した。屋上に行こう。屋上だったら落ちて死ぬんじゃない？いいね、屋上。文化祭の時は自由に入れるし、臨時の売店もあるし。
ともかちゃんは僕の提案を快諾し、そうと決まればと屋上を目指し始めた。はい、まあ多分ここで死ぬんだろうね。僕と違って身体能力に優れるともかちゃんは軽快に階段を駆け上がり、先に踊り場にたどり着いては振り向いて僕を待つという行動を繰り返す。ん？言うまでもなく階段は危険な場所だ。ああ。特に屋上へとつながっている階段は建物の外側に設置されていて、彼女が踊り場の手すり部分に背中を預けるたび僕はヒヤヒヤしたけれど、それでも何事もなく無事に屋上までたどり着くことができた。待ってよともかちゃん。おそらく僕はともかちゃんが無事にたどり着いた、ただそれだけでほんの少し安心感を覚えてしまったのだろう。あ、なんかやばい。だから会場から振り向いたともかちゃんに対して僕はのんきに顔を上げ、あ、誰かがともかちゃんの肩にぶつかった。彼女はバランスを崩し、さらに運の悪いことに前のめりに体が傾いてしまった。あ、下り階段に突き出された形となったともかちゃんの体を受け止める存在は残念ながら何もない。そのまま階段の中、中空に身を委ねるしかなかった。危な。そしてともかちゃんはあっという間に僕の床をすり抜け、一つ下の踊り場の壁に激突した。ん？その間僕は何もすることができなかった。あは、人で溢れてるここちょなんて、それだけでも危ない場所だなんて、何でか何でも経験してきたさなのに、なぜ僕はわざわざ屋上へと向かうことを提案したのだろう。まさか僕は友果ちゃんを救うことを諦め覚え始めて、悪魔の誘惑に耳を貸し、その選択肢を選んでしまったのだろうか。いや、俺が悪魔って言ってるようなもんじゃそれ。まさかそんなはずはない。そんな恐ろしい考えを振り払うように僕はゆっくりと、しかし意を決し振り向いた。なんか友果ちゃん顔大きくなってない？あれ、なんか首の細さとその顔の大きさなんかすごくない？やばい、笑っちゃった。ともかちゃんは壁に背中を預け、手足をだらりとさせた状態で、呆然とした表情を浮かべていた。首が奇妙な方向に曲がっている。口はわずかにパクパクと動いていて、見開かれた目からは涙が流れていた。ともかちゃん。僕はわずかな希望にすがりながら無我夢中で駆け寄った。だけど現実はいつだって残酷で、ともかちゃんゆっくりと地面めがけて崩れ落ちていく。あらわになった壁には血がこびりついていて、ともかちゃん、ともかちゃん、僕は彼女を抱き起こし無我夢中で声をかける。あ、生きてんだ、あの状態で。ごめんなさい、助けられなくてごめんなさい。すると一瞬だけともかちゃんの目に光が戻り、口は笑みを浮かべ何かを言いかけようとしていたけれど、まあだよね、まあ助からないよね、あの首の曲がりから出てね。それきりだった。それきりともかちゃんは 何の反応も示さなくなった。ようやく周りが騒ぎ始めたけれど、僕とともかちゃんは静寂に包まれたままだった。ああ、また僕はともかちゃんを救うことができなかった。そして、だんだんと僕の意識は遠くなってくる。視界が暗くなって、外の音が何も聞こえなくなって、感じるのは心臓の鼓動だけ。ああ、きっとまた僕は、今日という日をやり直すことになる。今度こそ、ともかちゃんを、助け、ビー。これでループしてってことですね。ってことはこれ別にセーブ必要ないんじゃないの？結局ループするんだったら俺セーブした意味なくね？長？しっかり長い。あ、ここで終わっちゃった？諦めない。うお、なんかかっこいい。何この、諦めない、負け出せないこと、逃げ出せないこと、信じ抜くことみたいなのがね。はい、すいません。はい。これ諦めないし。あ、そういうことね。これでなんかまた最初の選択肢から始められるってことですね。ということで今回はここでやめて、次回、もうなんかこれね、3つ?4つ?なんかセーブしてた時ちょっと見たんですけど、多分3つくらいなんかあるらしいんですよ、ルートっぽいのが。はい、じゃあ、はい、さよなら。